ジェスチャーゲームは出されたお題に対して一人が声を出さずにこのステージ上で身振り手振りや表情を使って椅子に座っているチームメイトにお題を何かを当ててもらうゲームです。ちょっと難しいと思うので今から選手がデモンストレーションをしたいと思います。やってみます。あの選手がお題だった場合、じゃあ渡谷選手にジェスチャーをしていただきます。どうぞ。はい、どうぞ。自転車を漕ぐ水永監督。正解。多分分かっているとは思うんですけど、そのチームの座っている人以外は回答をするのはご遠慮ください。よーい、スタート。次、正解。待って待って。はい、正解。いい調子です。パスもあるよ。パス。パス1回目。はい、パス。上手上手。選手です選手です。お、なかなか右側に要するなとですよ選手は。ハメハメハメ。貧乏ダンス、巻き割り。何々をする何々です。畑の耕す。違いますね。餅つき。餅つき。餅つきをする。ユニコーン。それはユニコーン。お腹がないよ。貧乏ダンス。違うんですよ。それが特徴的な。貧乏。朝玉。あ、惜しい惜しい。荒川静香。10ポイント。黄色チーム、青チーム。続いて2位、9ポイント。白チーム。そして3位が8ポイント、赤チームとなっております。残すは最終種目、チーム対抗リレーのみになりました。現在最下位のチームも大どんでん返しの逆転優勝の可能性があるので、みんな頑張ってください。よーい、ドン。
優勝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 思います。まず気になる順位発表をしたいと思います。4位から発表したいと思います。4位赤チーム70ポイント、3位白チーム80ポイント、銅メダル。そして2位105ポイントで昇格できたのは本当にもう地域の皆様のおかげだと思っております。まだ一応皇后杯が続くんですけど、11月18日の1回戦が栃木県で行われます。一つでも多く勝利を皆様に届けられるようチーム全員でまだ頑張っていきたいと思いますので、あと2ヶ月ぐらいですかね、応援のほどよろしくお願いします。皆様に愛されてるっていうのは本当につくづく感じて、日頃感謝を伝える場があまりないのですが、こうやって、たくさんの方と触れ合えたのはいい思い出になりました。ありがとうございました。また皇后杯頑張っていくので、応援のほどよろしくお願いします。頑張って、もうちょっと詰めてください。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。どうもありがとうございました。